絶技といえば烈焰濃茶を用意してあるよ。え、金人公のあの？そうだよ、これはある元気の話なんだけど。真似をするのは聞こえないよ。美月さん、元気水剣が使えなくて。美月さんは美月なのか。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。清流逆光ミルクティー最高、食らえ。清流逆光ミルクティー最高、食らえ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。どんな出会いがあるかな。今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し。遊ばないで剣術の稽古ばかりしてたら、賢いうちでもおバカになっちゃうよ。今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し。
残星波柱大瑠璃圏にまた一歩近づけたよ。稽古が多すぎたらサボっちゃうからね。聞かせて。今日は2回目のおじいちゃん。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。不思議な技だね。でもそうやって自然と剣技に応用できているんだから、美月さん独自の術技と言ってもいいよ。運理の勧めであちこち回ってるって聞いた時は時間の無駄かなって思ったけど、全くそんなことはなかったようだね。相変わらず頭の固そうな師匠がいるみたいだけど。師匠たちの教えに感謝するよ。じゃあ無事に合格できたってことだよね。間違いなく合格だよ。やったね助教さん。将軍も言ってた。実は以前。それで今あなた3割かよ。それだけ剣術ついでに言っておくと、はあ、さっきの試験を見やった。七死人の剣術修行に関して進捗状況。はあ、いえ、そのようなこと。時間の無駄だと。それはそうと。今あるメカのお言葉ですが。足りない。わかりました。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。10人と今日もかなり収穫があったよ。
うち本当にお疲れ様。今日はどんな出会いがあるかな。残星波柱大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。聞かせて。やりますね。残星波柱大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。前に美月さんに伝えておきたいことがある。実はスコートから果たし状が届いてたんだ。